フランス一部モナコの MF 南野拓実28は7日、アウェーのアンジェ戦でリーグ戦12試合ぶりに先発したが、汚名返上とはならなかった。2-1の後半33分までプレーし、チームはそのまま逃げ切って勝利。南野は力強いドリブル突破からチャンスメイクする場面もあったが、ゴールを奪えず、得点にも絡めなかったことで現地メディアの評価は伸びなかった。フランスメディア、マキシフットは、4、5点、10点満点をつけた上で、2月5日以来の先発となったストライカーは前半、意欲的で惜しみないプレーを見せていたが、前半16分に相手ゴールキーパー正面へ飛んでストップされたシュートが示すように、大事なエリアで精度と切れ味を欠いた。後半になると、息切れして後半33分に交代した、と指摘した、やはり攻撃的な選手は、数字に残る結果を出してこそなのだろう。モナコに活躍の場を移して苦しいシーズンが続く中、来季に向けても意地を見せたいところだ。